脱毛におすすめの季節はズバリ秋からです。初めての脱毛はフレイヤクリニック。こんにちは、フレイヤクリニック総務長の佐藤裕太です。こんにちは、フレイヤクリニックカウンセラーの菊池です。前回好評だった質問コーナー第2弾になります。前回お答えしきれなかった質問や新たにいただいた質問もどんどん回答していきますね。では早速始めていきたいと思います。脱毛後の抜け落ちそうな毛は引っ張って抜いても大丈夫ですか？引っ張るとスルッと抜けるのでついつい抜いてしまいますとのことですが、先生こちらはいかがですか？脱毛後の毛、というのはスルリと抜けるのでついつい抜いてしまうかと思うんですけれども、毛を抜く行為、自体は想像以上に肌や毛穴に負担がかかってしまいます。レーザーが反応していない新しく成長期に入った毛を間違えて抜いてしまいますと、毛周期が乱れてしまい次の脱毛で効果を得られなくなってしまいます。また脱毛直後の根こ処理もなるべく避けた方がお肌のためにはいいですが、どうしても気になる場合は自動シェーバーを使って優しくシェービングをしていただければと思います。毛抜きや除毛クリームなど肌への刺激が強いものは控えましょう。次の質問に行きますね。 VIO の毛をなくすか少し残すか迷っています。途中から変更することはできますかという質問をいただきました。フレアクリニックでは途中からの変更も可能です。脱毛が初めての場合は全体的に数回照射して毛質を細くしたり、毛量を減らしてからデザインを作る方もいらっしゃいます。ただし毛量がある程度減ってきている状態ですと、お好みのデザインに適かねる場合があります。フレイヤクリニックではカウンセリング時に患者様のご希望の形をお伺いしております。患者様のお好みに合わせてデザインを整えることもできるので、お気軽にご相談いただければと思います。次の質問は中学生の方からですね。中学生で脱毛を始めたら大人になってまた毛が生えてきてしまいますかとのご質問ですね。10代前後を目安として第二次成長というホルモンバランスが変化する反応が男女とも起こります。この期間にもともと薄かった毛が徐々に濃く太くなっていきます。中学生で脱毛を始める場合は今ある毛に対しては脱毛効果がありますが、脱毛が終わった後も第二次成長の間は新しく毛が生えてくる可能性はあります。ただしレーザーを照射して脱毛組織を破壊した毛根から毛が生えることはほとんどないため、施術が無駄になることはありません。やっぱり中学生だと体育の時間だったり制服で半袖の時期になるとどうしても無駄毛が気になってしまいますよね。レーザーで脱毛組織を破壊できる医療脱毛だからこそ、中学生から脱毛を始めることに意味があるように感じます。次の質問が、着替えが終わった後どんな姿勢で待っていればいいのかいつも迷ってしまいますという質問なんですが、こちらの質問は私の方からお答えさせていただきますね。最初は皆さんどうすればいいのか迷ってしまうかと思うのですが、全身脱毛の場合は紙パンツを着用していただき、こちらのキャップを写真のように着用していただきます。お着替えが終了したら足元の茶色いタオルを体にかけてください。そのままお待ちいただければ、施術準備が完了したところに担当看護師からお声をかけさせていただきます。では次の質問に行きます。脱毛はどの時期に始めるのがベストですか？冬は無駄毛が気にならないのでなかなか脱毛する気になれず、夏は無駄毛が気になるけれど日焼けをするので脱毛はできないし、どの時期に脱毛を始めようか毎年迷って結局始められていませんとのことですが、先生解説をお願いします。脱毛におすすめの季節はズバリ秋からです。脱毛完了にはおおよそ1年から1年半ぐらいかかるので、薄着になる春から初夏に慌てて脱毛をする方もいらっしゃいますけれども、医療脱毛は秋からスタートすれば次の夏には自己処理が楽になりますし、肌を見せる季節までに毛を薄くしていきたいという人にはおすすめです。保湿と UV ケアをしっかりした上で脱毛を始めていきましょう。次が最後の質問になります。照射漏れと新たに生えてきた毛の見極めってどうやってすればいいですか？通常照射した数週間後には無駄毛が自然と抜け落ちますが、照射漏れがある部位は毛が塊状や線状に残ります。線状、塊状に残っているのではなく、まばらに生えている場合には脱毛成分の直後にたまたま成長期に入って伸びている毛の場合がほとんどですので、照射漏れの可能性は低くなります。フレイヤクリニックでは照射漏れと判断された場合には照射後28日以内であれば再照射も行っておりますので、照射漏れかもと思った場合は通われている院にご連絡いただけたらと思います。
本日は視聴者の方々からいただいた質問にお答えさせていただきました。今後も脱毛に関する情報を発信させていただきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバイ。皆様ご視聴いただきありがとうございます。